今日は太田さん来日2日目ということで、ゆうべちょっと太田さんからいろいろ藁の、書き方学ぼうと思っていろいろ聞きました。まあワクワクして朝まで聞かなあかんかなと思ったけど、すごくいい話を聞かせていただきました。今日はですね、ちょっと田辺市のずっと山奥なんですけど本宮というところで、太田さんの、囲い藁、仕掛けるということで僕もワクワクしています。今日は太田さん一日お願いします。あ、はい、よろしくお願いしますでは行ってみましょう。鹿がカメラで撮っていると7匹ぐらい確認されているということで、ここでも太田さんの囲い罠を設置説明を聞いたところです。今からちょっと団の子たちとこの森林組合の方々と一緒に罠を仕掛けていくので、その映像をまあご覧いただきながら僕もちょっと手伝おうと思うんで、またよろしくお願いします。皆さんでちょっとこの石払ったり、まあ、下準備ですね。まあ、いろんなこの障害物かっていうのもあると思うので、まあ、大体の中央を決めたら、こちらの障害物を一周ぐるっと回してみます。何も障害物が当たらないか確認します。太田さんが真面目に説明しているので僕も緊張しながら聞こうと思います。作業道というか作業場所もあるので、まあ、ちょっとここで大丈夫です。はい、そしたらね、次に、今、
に難易が出てきました。で、アンカー先の後ろに、まあ、あの、声、多分、聞こえないと思うので、補助具をつけます。補助具と補助バンドを使って、そこに引っ張る力ですね、を作ります。これをやらないと、中で行きましたか、下が暴れた時に、どうしても単管タイプが違いになっております。それを適当に、外側に引っ張る。ただ、単管タイプはですね、今日は 1.5 メーターのものを用意してるんですけど、大体、まあ、80センチから1メートル、打ち込むと、まあ、補助具を使って、で、補助具を打ち込んでるんですけど、もし打ち込めない場所が、もし3カ所以上連続する場合は、もう場所を変えた方がいいと。補助具だけではですね、高くなっていることなので、以上です。はい、もうピットは動かさなくてもで、本来であればこれから単管パイプを使います。単管パイプを使用に、圧力、クリッチですね、を使用します。掛け合いとかで、打ち込むこともあると思うんですけど、掛け合いを使用すると先端広がって、まあ、次、あの単管パイプが早速ですね、刺さなくなると思うんですね。なので、あれだけ工具とか使って、再利用が可能な形にした方がいいかなと思います。もし先端が広がった場合、ですね、3段を1回削ってから、広がったところを加えていけないかと思います。出だしは
あっちからですね、ちょっと待ってください。